ハインツ・コフートは、オーストリア出身の精神科医、精神分析学者。精神分析的自己心理学の提唱者で、今日の自己愛研究や、マシュカン的アプローチの短所を開いた。自己愛性パーソナリティ障害の研究に宣弁をつけた、ことでも知られる。1913年5月3日、オーストリアの首都ウィーンに、ユダヤ人音楽家。 フェリックス・コフュートとエルゼ・ランプルの長男として生を受けた。父フェリックスは第一次世界大戦に従軍していたため、1歳から5歳までは母エルゼと二人暮らしであった。1932年、ウィーン大学医学部に入学し、1938年に学位を得たが、ナチスの迫害から逃れるべく、1939年3月にウィーンを立ち、イギリスに亡命した。 なお、1937年から1938年にかけてアウグスト・アイヒホルーンによる精神分析を受けていた。1940年3月、同じくアイヒホルーンから分析を受けていたクルト・アイスラーがシカゴで精神分析オフィスを開業していたことや、友人ジ,ジーク・ムントレ・バリーがシカゴ大学音楽学部の講師をしていたことを受けてシカゴに移住した。 同年、同大学医学部の精神神経学教室に入局し、1944年に助教授に昇進した。1946年、精神分析科の養成機関である、シカゴ精神分析研究所に入所し、1950年に精神分析科の資格を得た。これを受けて、同年、シカゴ大学を退職した。私生活では、1948年に、 ソーシャルワーカーのエリザベス・マイヤーズと結婚し、1951年に長男トーマス・オーガストを授かった。1953年、同研究所の教育スタッフに昇進し、1955年にはアメリカ精神分析学会士の編集委員に選出された。また、自我心理学派の大御所、ハインツ・ハルトマンに目をかけられ、彼を通じて、 精神分析学会の創帥的な立場にあったアンナ・フロイトとも交流を持つようになった。こういった後押しもあり、1963年には同研究所の所長に選出され、翌1964年にはアメリカ精神分析学会の会長に就任した。1968年から国際精神分析学会の会長選挙に向けて準備を進めていたが、 落選が濃厚となったため、翌年、立候補を断念した。また、1970年に行われたシカゴ、精神分析研究所の所長選挙にも敗れている。この頃から、後の自己心理学につながる独自の構想を打ち出し始め、1970年には、自己研究会を立ち上げた。なお、自己心理学の理論的な先駆けとなったのが、1968年に、 発表された論文、自己愛性パーソナリティ障害の精神分析的治療であり、一連の論文は1971年に自己の分析として書籍化された。しかし、当時は、欲動心理学や自我心理学の理論から逸脱する問題作と位置づけられ、賛否両論であった。加えて、同年、アクセリンパシを発症し、彼にとって不遇の時期であった。 1977年、欲動心理学や自我心理学との差異を明確に打ち出した意欲作、自己の修復を発表した。本作は従来の理論に固執する精神分析家たちの猛烈な反発を買い、アンナやアイスラー夫妻とも疎遠になった。その一方で、翌年にはシカゴで第1回自己心理学年次総会を開くなど、 新しい学派としての地方を着実に固めつつあった。晩年は生命保険の加入許可が降りないほどの満身創意のミレ、1981年10月8日末期癌のため移住地シカゴで亡くなった。なお、1984年に出版された事故の治癒は古風トが生前に書き溜めていた論文や講演内容を同僚のアーノルド・ゴールドバーグが編集したものである。 ありがとうございます。